はい、ゆうチャンネルです。今回はアイカツデータカード出す組9のボックス開封動画後編となります。前の動画でこちらの右列10パックを開封しました。今回は残りの左列10パックを開封していきたいと思います。ちなみに前回で出た10枚を見ていきたいと思います。まず1枚目にボヘミアンスカイソラちゃんのトップス、続いてロリゴシックのシューズ、ボトムス、続いてトップス、指輪様可愛いですね。これがパッケージの衣装ですね。続いてエンジェリーシュガーのシューズ、ボヘミアンスカイのシューズ、ボトムス、トップス、9枚目にロリゴシックシューズ、ラストはロリゴシックのボトムスでした。前回はこの10枚が出ました。僕は今までボックス買いをしたらトップスボトムスシューズトップスボトムスシューズと順番に入っていたんですが、まあ、今回は確かにこの部分とか順番なんですけど、シューズボトムストップスと僕が今まで開けてきた中では順番が違いますし、途中でエンジェリーシュガーが1枚ポンと入っていたり、ちょっと不思議なことが起きているので、後編でこちらの残り10パックで全部揃うのか今不安です。では開けていきたいと思います。では左列一番前からいきます。これで決まりますからね。あと何が入ってるか順番が合っていれば。せーの、おー、エンジェリーシュガーのボトムスが出ました。これは先ほどの流れでいくとトップスが出るんじゃないでしょうか。一応前から順に開けていきたいと思います。では2パック目、せーの、おー、やっぱりそうですね、エンジェリーシュガーのトップスが出ました。これでエンジェリーシュガーは揃いましたね。これはあとはビビットキスが来るのを待つだけですね。3パック目出るんでしょうか。せーの、うわー、出ました、ビビットキスのシューズ。これはもうコンプリートできるんじゃないですか。これは次ボトムスが入っていると思います。いきます、カードカードいきます、せーの、わー、よし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 、ビビットキスのボトムスが出ました。いいですね、順番通りです。これはもうね、これで揃いますよ。揃ってくれないと困ります。いきます、5パック目、せーの、あー、よしよかったー。まあ、ボックス開封の前に実は2パック開けていて、ビビットキスのこのトップスは出てたんですけど、無事にボックスでも出ました。多分これでボックスで全種類コンプできたんじゃないでしょうか。後で確認したいと思います。では安心して6パック目を開けたいと思います。まあ、多分もう残りは全部かぶりなので、なんならやっぱりもうユリカ様がいっぱい欲しいです。では6パック目、せーの、おー、来ました、ユリカ様のトップスが出ました。言えば出ますね。やりました、ユリカ様。じゃんじゃん、じゃあ開けていきましょう。これはじゃあ立て続けに乗り越すかな。いきます、せーの、あれ、エンジェリーシュガー、ちょっとまたバランスが違いますね。エンジェリーシュガーのシューズが出ました。うん、ただね、もう何が出てもいいんで開けます。
せー、あ、カードがない。いきます。せーの。あー、ここはまた順番に戻りましたね。ボトムスが出ました。ではラスト2つ。9パック目。いきます。せーの。おー、トップス。エンジェリーシュガーもなんだかんだ言っていっぱい出ましたね。トップスが出ました。これで、ワンボックス開封ラスト、20パック目です。何が入ってるんでしょうか。今順番でシューズ、ボトムス、トップスと出ましたから、何が入ってるかわからないですね。では、開けたいと思います。これは、ゆりか様が締めくぐってくれるんじゃないですか、ラスト。開けます。せーの。おー、みくるちゃん。ラストはみくるちゃんでした。ビビットキスのシューズ。うん、いいですね。では、カードが揃ったか確認しつつ、今回出た10枚を確認していきます。はい、では今回出た10枚を確認していきたいと思います。まずはエンジェリーシュガー、マリアちゃんのボトムス。続いてトップス。3枚目にビビットキスのシューズ。ミクルちゃんですね。続いてボトムス。とトップスが出ました。ビビットキスに関しては、トップス、ボトムス、シューズとも全部ミクルちゃんですね。これはいいですね。続いて、ゆりか様、ロリゴシックのトップス。エンジェリーシュガーのシューズ。ボトムス、トップス。そしてラストは、ビビットキスのシューズでした。左列の10枚はこんな感じです。では、次にコンプできたかを確認していきたいと思います。はい、カードを並び替えました。これさっき見て気づいたんですけど、カードリストが裏に載ってたんですね。この順番に今並び替えました。では改めて全12種類見ていきたいと思います。まずはエンジェリーシュガーのトップス、ブルーフリル。続いてボトムス、シューズです。続いてオリゴシック。もうこれがね、ゲットできたんで僕は大満足です。クロスヒーリングトップス。続いて、ボトムス。チゴちゃんもロリゴシック似合いますね。続いて、シューズ。ここからはボヘミアンスカイですね。これは見たことありますね、サイロクなんで。トップスと、ボトムス。そして、シューズです。ラストは、ビビットキス。これもオリジナルカードです。ホットホリデートップス。こちらと、ボトムス。そしてラスト、シューズです。こちらの12枚が今回のアイカツデータカード出す組9のラインナップとなってます。いやー、なんとかコンプできました。やっぱりワンボックス買えばコンプできますね。よかったです。最初は全然順番に入っていなかったんでびっくりしたんですけど、なんとか12種類揃えられてよかったです。今回はアイカツデータカード出す組9のボックス開封後編、こちらの左列を開けました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。